はい、こんにちは。こんにちは。今日のゲストは、はい、トータルテンボス藤田です。ありがとうございます。そして、元東洋高校甲子園球児川口です。はい、甲子園のピッチャーです。こちらです。じゃあ、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。のぶしチャンネル。じゃあよろしくお願いします。はい。僕らにとっては先輩になって、僕は昭和53年ですから。50年。で50年の方って僕らから見るとちょっとお兄さんなんだけど、盛んというか県人会。あ、そうですね。求人会。大学でありまして。っていうのを僕ら聞いてたんだけど、年齢も上だし、なかなか資金が高くって。いえ。またぜひ頭に入れていただいて、いろいろ。協力していただければと思います。で、僕らは平成第78回です。75回で、夏の甲子園2年生の時に行かれて、僕2年生の時に行かれてるんですよね。74回大会、はい、の東洋高校のエース、エースで甲子園でも1回勝ちました。はい、2回戦まで行って、はい、ちょうど僕も夏ぐらいに、もう1個上なんですけど、有馬さんに、僕教えてる生徒にスライダーを、有馬スライダー、大イメージ、そう、大イメージ、有馬さんにスライダーの投げ方を教えるっていう回で出てもらったので、またそちらを見ていただけると面白いと思うんですけど、見ました、あれ、藤川の河川敷でしょ、そうです、来てもらって、はい、なので、僕らにとっては、僕はスタートとしては、もう浜松の人間なんで、浜松の岡本さんらが甲子園で、水島さんらが阪神さんで、これって小6なんですよ。で、有馬さんが11で、川口さんって続いていく、だからもう、憧れの世代ですね。僕らが野球を初めてのめり込んでった後にいた人っていうイメージだから、本当に。まあ、念願かなって怖いね、1回球場でちらっということがあったんだけど、ちゃんとお話できない、一番見る時期っていう、見る時期だったんですよ、その頃にこうされてて、で、2年だったんですよね、2年で甲子園行っちゃったのか、今回僕らはそういう人を一つ描くじゃないですか、小学校、高学年から中学最初にかけて、憧れの、そういう選手ってどんな方だったの？ハリマさん森中さんがカーブすごかったら森中さんかもしれないけど、森中さんカーブわかんないから左だしハワイアンカーブですよ。ハリマさんもお会いしてみるとこんな柔らかい方でってそれがもう強靭な、まあ、メンタルがどうなったかわかりませんけど、もうバッタ切っていくわけじゃないですか。何にも考えてなかったっぽい。まあ先輩には申し訳ないんですけど、割と本当クールだよね。そうでしたね。汗一つかかずに投げた感じイメージでね。そう。なかなかヒット一本しか打ってないからね。あんまり僕もやっぱり一律の東海大工業もビデオも随分見たけど、あんまり打つ気もみたいなポイントあるようなことが起こるかもしれないけど。そんなつもりで、俺は投げる人だっていう感じですよね。で、相手がやっぱ大高の選手がみんな、ブラーって来てるから、それを本当かわしてたよね。そう、もうそれが、だから初回2点取ってるんですよね。あの時に、やべ、あのハリマさんもうダメなんだと思ってみた。だけど、2回以降、だんだんスライダーがね、平行にね、ただ、やっぱり大高のバッターがくるくる回ってないですよね。なんか、だから、性格でかわした感じだよね。ピッチングもかわすピッチングだけど、こう来るんだったら、こういかないで、うんって引いて、そのままずっといった感じだもんね。逆に、そのスライダーが効いてきたことによって、まっすぐの伸びが逆に良くなって、両方生きちゃったんだよね、まっすぐのスライダーが。静岡ってちょっともともと中部西部がね強くて、でもうやっぱり今もそうだけど、歴史を考えたら中部西部が野球甲子園は大体高校は大体中部西部のうちらのね、本当3年前ぐらいからうちらの代ぐらいまでは頭部が強くて、あ、ちなみに青山高校、でも1安打完封2試合やってるんですよ。連続1安打完封で3回戦で3回目で成城に負けたんですけど、っていうフォアボールめちゃくちゃ出してますからね。だけど打たれない。1試合目なんか本当に湖西高校で8個フォアボール出してるんですよ。そうです。だからもう絞りきれないっていうか、あれ玉でランナー出るけど粘るんですよ。全部引っ掛けさせたりとかして、ゲッツーがすげえ多かったんですよ。それでもう全然ストライク入んないけど、ヒットも打たないんです。それでなんとかこう粘って、で、0、0、0、0重ねて、結局7回ボールですからね。あ、それはやっぱり大きい。で、2試合目も、2試合目はフォアボールでも4つぐらい出して、それも同じ理論で、打たれない、待っとけって言ったら、球入るし、ストライク入るし。打ちに行ったらこんなボールでボテボテになるしっていうのを繰り返して、それも7回コールドで、結局コールドできて、最後正勝で、僕今スコアを見たら2-1、5回の2-1なのに、それって多分正勝がこんなピッチャー見たことないから合ってなかっただけで、そこからあ、こいつ球遅いからこう合わせたらいいんだってぼかすかもだって、結局7回コールド負けて、最後なんですよ、9回まで試合してないんですよ、1回。なるほど、コールドが2、コールドが2、コールド負けないから。じゃあ同じチーム負けてるからね。そうそう、先勝負けてるからね。先に負けて、その後、連続ですか？違う、もうちょっと上でしたね。間にね、確かに沼川君が入ってる。学園も準々かな。それでその先勝は決勝まで行ったんですね。で、先に選手とやって、初回5点取られてもう終わったと思った。すごい当たりだったよね。紹介アウト取れないんだもんね。もしだからテレビでこんなこと言っていいのかどうかわかんないけど、やっぱっていうピッチャーです。ちょっといけんじゃねえかぐらいになっちゃったんだけど、僕実はピッチャーでも1回戦負けて、下田北に負けたんですよ。下田北ね。そうだから僕らもそうなんですよ。僕今まさに話出かけましたけど、平成元年に森下監督ですね、日大三島と長泉決勝、両方頭部で、それも決勝、日大だから中3、中2か、中2の時に、その日大と長泉の決勝で、その次が御殿場にした決勝が五西行かれたんですね、水島さんの衛星で、甲子園は行ったんだけど、五西が決勝行って、負けて、増田実が。1年生で、そうだね、ホームラン2本打った、いました、釣り切れるほどテンポを打って、僕らが高1の時に、それこそ一律の東海大工業の決勝行って、で、高2の時が東洋高校と先生が決勝、その時東洋ってどこだみたいな、僕知らなかった、4年連続東部の決勝行ってる。最後のうちの時は、西湘と掛西と中部西部の元に戻ったというか、ずっと東部が4年でも、その後も浜高が1年入りましたけど、韮山はその辺までは飛びで韮山が入って、それ以来全然東部は学園がちょっと前に行ったぐらい。77回大会が多分最後、東部の甲子園は韮山以外、平井さんですね。で、以来かな。当時はだから東部がめちゃくちゃレベル高かったんですよ。それってなんでなんでしょうね。あれなんでなんだろうね。みんな残ったんだよね。残った。だいたい東部でうまい選手って中部西部に引っ張られていく。そう、森永さんみたいな。裏切り者が。でもうちらの時は小野慎吾もでも御殿場だし、川内君も残ったし、いいピッチャーが東部に集中していたんだよ。うちら、僕も山高校で東部なんですけど、東部で練習試合しても勝てないんですよ。中部、西部行くと勝てるんですよ。そのぐらい東部のピッチャーが。ちょうど僕が高校1年になった時に、星稜の斎藤さんに行って、小西の金子さん。で、日大に関さんで、ハリマさんに行って、そう、すごい東部大会を扱かったですね。勝てなかったら勝てない、春とか秋の予選が、もうすごいピッチャーがいいっていうイメージが。小野伸もいるし、うちらの同郷で萩原貴彦もいたし、門西もいたし、門ちゃんね、ちゃんもいたし、いいピッチャーが勢ぞろいしてて。ピッチャーっていうのはお二人ピッチャーですけど、何が大事なこととか難しい話だけど、何が大事だと思いましたか？僕はね、基本的にフォアボール出すなんて親父に教わってたから、基本的にヒットとフォアボールは一緒だってずっと少年教わってるから、とにかくフォアボールだけはあんまり出さないようにって。で、あとは、そうだな、やっぱり団体スポーツなんでね、やっぱり一人がワンマンになっちゃっても勝てないし、そういったところは割と自分の中ではあまりこう天狗にならないように、ジャンルを足してとろとろ出しておく考えてましたけど、その前にもう高校2年の時にそこまで勝ち上がると思ってないし、もう2回戦、あ、3回戦か、シード校だったんで、3回戦、日大三島だったんですよ。そこが山ずっと東部大会でずっと勝てなかった。で、当時ずっと五西が先発出たから、五西とずっと試合したいと思ってたんだけど、ことごとく日大三島に負けて、五西と1回も試合しないまま終わっちゃったんですよ。で、その夏の大会の3回戦で日大三島が当たって、それで 1-0 で勝ったんですよ、たまたま。そこで弾けたとこはそこで、裏話なんですけど、僕、当時、まっすぐカーブ、フォークしかなかったんですよ。で、ずっとスライダーは練習してて、で、日大戦で初めてそのスライダーが解禁になったんですよ。監督西川さんの監督と当時バッテリー組んでた育英の山田さんがいて、でそこで一応3回から4回ぐらいまではスライダー使うので、4回ぐらいからスライダー使ったら、まあ向こうがね、日大がくるくるくる回るわけですよ。想定外だったっても動揺したんでしょうね。そうしたらね、僕いけんじゃねえか、そこだと有効で、そのまま 1-0 で逃げ切っちゃって、そこから自信つきましたからね。まあ高校なんで自信っていうところが多い。あと1個、僕高校野球ずっと20年ぐらい教えましたけど、あるあるなことをちょうど当てはまるので聞くんですけど、やっぱ僕ら指導者で見てたら、やっぱ2年の夏っていいピッチャー出てきますけど、早い子は無心で投げれる、上級生を後ろに背負って無心で投げれると思うんですけど、それが残ると今度自分が引っ張るっていう責任感がよく出る子もいるんですけど、で周りがちょっと弱いじゃないですか、夏のイメージで放っておいてエラーもするし、援護もしてもくれないし、頼むよ、川口みたいな感じがなりがちなのは信じる、そういうのがメンタル的に影響するのかなと思ったりもしたんですけど、いやだいぶメンタルあるでしょ、だから2年生の夏にやっぱ甲子園行ったピッチャーって、3年生の最後の1年って、やっぱり周りがあの甲子園に行った川口だという目で見られるし、プレッシャーもあると思うんですけど、意外に川口さんとかじゃなくて、代々2年生のピッチャーが秋の新人戦勝つのって結構難しいんですよ。そう難しい。あれってなんでなんでしょうね。やっぱりなんですか、もう完全に練習してるし、夏でね、一つね、あとはもう一人だときついよね、必要。でうちらのさ、1個下がさ行ってるじゃん、春大場と堀川、竹西がね、竹西が先発出て行って、でまた夏も勝ってるんだけど、そのあれダメだったんだね。いや割と僕は出て満足系だったんですよ、甲子園。もう一回行けたことで甲子園出て勝つチームじゃないんですよ。もう出ただけで満足だから、だから結構こう変則気分でね、正直。言ってたんで、でも勝って帰ってきましたからね。そうだから勝つと思ってないし、ただ親からはよくこう甲子園出ても11対0とかね、大差で負けて帰ってくるのは嫌だなと。でましては2年生唯一できたピッチャーやったし、僕の責任で負けることはやめろよって親に言われてて、それだけでしたね。とりあえず試合の時はずっと自分での責任で負ける試合は作らないようにっていうふうには思ってたんで、それ一人だったからね、だから掛け西のパターンなんで、大場と織部っていう2人の左がいたから、夏、甲子園出た後も新人戦も分散するからね、春行けたっていうのは。いや正直その強いチームの鉄則は必ず夏の大会で2年生がやっぱり3人ぐらいレギュラーで出てないと、次の代表になった時に、はい、まあそこそこ強いチーム作れないですよ。はい、だから僕なんて甲子園の時に2年生で僕であとみんな3年ですから、そこで代が変わっちゃったらもう全員変わってるのと一緒じゃないですか。そうですね。オリベをオリベを大場が良かったのが山本浩二だったりとか、あの辺で2年生の何人かこういい子がいたから。それでやっぱり骨組みはもう一人である程度何本か。慎吾なんか数だったもんね。そう。結局この慎吾2年で選抜に入るけど、3年になったらもうメンバー全員変わっちゃって、ほぼ入れ替わる。むしろ3年生があんまりいないことないから。そうそうそう。なるほど。そうか。有事とかしかいない。そう有事とかしかいない。越下に頼られたらそう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 。なるほど。そこあるんですね。なるほど。いやでもすごくてもう卒業してから話聞いたら、やっぱ高2で甲子園に出て、高3の時に、夏の予選の矢倉が発表された時に、自分たちはシードだからここで、第1試合だからなんかだけは嫌だって言ったので、こっちの山が嫌だったら右のブロックが嫌だ、右のブロックは絶対嫌だって嫌なんですよ。あと始まりのとこでしたっけ。そう、僕はキャプテンで自分でくじ引いた。キャプテンもあったでしたっけ。そう。くじ引いた時に、俺まで叩きつきやろうと思ったぐらい、右ブロック引いちゃった。で、ましてはバンナーのブロック引いちゃって。バンナーにいたんだよね。そう。村越君。村越君いましたね、村越君。大腕ピッチャー。はい。右のブロックは1日少ないんですよ、休みが。それだったらあるから、そのシードとはいえ、こうなって、右行ったらちょっと可能性が減るなと、でもここ勝って、ここが山だなとかっていうのを考えてやってた、試合運びで、球数を自分で、初戦はこの数、この数、この数っていうのを考えてたっていうから、どんな高校生だよ、無理です、無理です、全く考えてなかった。一緒にやったらチームみたいなのもあるんですけど、自分が抑えないと勝てないと思ってたから。だから、必ず優勝するチームって、コールド試合やっぱり1試合にしやがるんですよ、絶対に。そういうチームじゃないと優勝できないんですよ、夏の大会って。うち、コールド1個もないから、9回振るって投げてた。9回振るにずっと投げてたので。関東ですけど、ずっと関東が。なんで、だから、とにかく球数を少なくするためにはどうしようかと思って、だから三振取ろうと思ったら取れるタイミングもあったんですけど、極力打たせて取ろうっていうのが常に。なるほど、すごいよ、その考えを高校生で。それはある程度力一歩上からできることですね。やっぱり必死に投げてたら。僕はスライダーを覚えたのは、カウント取りたいと思ったものも一つですけど、ファウルを出したかったんですよ。ファウルを。そう。ファウルでカウントを整える球としてスライダーだったんですよ。だから別にコントロールが良かろうが悪かろうが全然いいです。ファウルになってくれる。全く考えてない。だから単純にもう、ノーツーとかワンツーとかっていうカウント不利な時にスライダーでストライク取れればいいし、ファウルでカウントが整ってくれればいいぐらいしかない。打ち取るための球じゃない。なるほど。そんなの考えてないですね。どのコース狙ってるんですか、それは。それはアウトロー。ハリマさんは真ん中ぐらいのオリャーって投げてたんだっていう。そうそう。真ん中が出て、曲がり幅がすごいですね。ホームプレートの真ん中狙ってなくて、左が入ってくれれば面白い。中に行かなきゃいけない感覚でしか投げてないから、だから僕もハリマンと同じ考えですよ。真ん中投げて、左にちょっとそれてくれる。僕らの時代っていうのは第1シード、浜松球場で、4回戦まで、8入るまでは浜松で、第1が、第1、第2が大体浜小、浜高が大体やって、で、コールドで1回戦は5回コールド10対0発進でいくっていうのがなんとなくこう流れで、どっかで1回負けかけてそれを乗り越えて乗ってくる、さあ草薙行くぞって言って8からが勝負だっていう感じの雰囲気があったんですね。今僕やっぱ高校野球教えてると思うのは、だんだんこうどこを一生懸命やることによって、ここだったら楽勝だっていうのが今の静岡の高校野球ってほとんどないですね。油断できない、名前では勝てないっていう時代に、昔よりもっとそうかなと。昔はあったんですね。昔はね、名前で負けてたところもあるけど、だからもう、5回コールドがやっぱりね、混ざってましたよね。決勝行くと、これまでの勝ち上がりなんて言ったら、それこそ、ね、朝日テレビのテレビ局で、やっぱ3回戦ぐらいまではタンタンタンって勝ってきてるとこ決勝来てるなっていうのは子供心に思ってたから、今やっぱりなかなかそれができるチームっていうのが圧倒的なっていうのがないよね。もう圧倒的なとこない。だから甲子園行くときにある程度疲れてるんですよね、ピッチャーがね。静子さんでもそう言った、さっきも話しましたけど、甲子園行ってもバテてたっていうような、甲子園行ってピッチャーが言うぐらいだから、静子でも。僕らの甲子園って、でも一応しょうがないじゃん、これね。軽くなったんですか？そう、僕もっと。でも全然、準々決勝ぐらいから肘痛くて、全然ダメで、ウォーミングアップも全然できないぐらい肩がなくて、甲子園行ったら治ったもんね。それはちょっと行ってないで休んだから。そう、休んで、そうしたら飯もうまくて太っちゃったし。本当に。もう目つぶっちゃった。解放されるから。解放されちゃって。だってそうだよね。甲子園行くのが目標だもんね。静岡の当時はね。甲子園で勝とうなんて。勝とうと思ってない。あんまないよね、そのチームね。ないから。そこまでのね、学校がないもんね。出ただけで楽しかった。遠足遠足。遠足遠足でじゃあ死にますか。甲子園は遠足でした。もうそれでいい。うん、そう。よし、いいね。よし、いいぞ。これ覚えて。意外にこれみんな知らないから。ってことは絶対届くだって、アウトコースなんて。うわー、うち。あ、負けちゃった。右投げだったら右足、前の足、左足上げろ。これがなんでかっていうのがわからない。スローイングがよく並んでな。バッティングもスローイングも一緒。いい？取ったら投げるってそれでいただきます。球も割ります。割りながら追い越して胴体がずれたら投げれる。ここに入る。だったらずっと持ってちゃダメ。パッと離す。卵は入って。そんなに落とさない。そうそう。そうそう。それでいい、それでいい。いけるまでじわじわ広げてく。伸ばすの、もっと下がれる。手は腰。頑張れ、頑張れ。そうそうそう。ぐーっとおたけて。おー、いいぞ。そうそう、ちょっと一番高いところで止まるぐらい。2のだ、2の我慢、空中で、そうそう。おー、いいじゃん。押されなきゃ足を、そう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 。これ股関節肩甲骨になりそうだね。ワニっていうのはさ、これワニみたいな地面にズリ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 くらあのイメージだからワニ。よいしょ。これがね、そうするとこの股関節がグッと入ってでギューッ。うまいうまいうまい。かかとを1回踏んでグンと起こしてるだけ。